マニラの戦いは7年戦争中の1762年9月24日から10月6日まで、グレートブリテン王国とスペイン王国のフィリピンの首都、マニラ及びその周辺における戦闘を。イギリスが勝利し、当時スペインの植民地だった同地を短期間占領した。イギリス政府は、ウィリアム・ドレーパー大佐のフィリピン島進攻計画を許可し、カスカート・グラント大尉が指揮する。 シーホース号をマニラ行きの船のダホに送り出した。テディンソン淳を率いるイギリス艦隊の先鋒は7月21日にマドラスから出港。残りはサミュエル・コーニッシュ将とドレーパー大佐が率いて8月1日に出発した。機関はノーフォーク号だった。この8隻の戦列艦、3隻のフリゲート、4隻の 貨物船を含むイギリス艦隊には6839人の正規軍、海員、海兵隊が乗っていた。マニラの守備はフィリピン総督に任せられた。陸軍の指揮官はドン・ミゲル・デ・バルデス。砲主の指揮官はドン・フェリクス・デエギリクス中将とビラメディナ公爵だった。高日守の艦隊は9月23日にマニラ湾に到着し、マニラから2マイル南のところで上陸した。 次の日、632人の海兵隊が上陸、さらに25日にサンアントニオアバド要塞を占領した。イギリスが偵察隊を派遣した結果マニラの要塞が全く完成していなかったことが分かった。溝はできておらず、通路は老朽化、射程は低すぎ、外類の一部には大砲がなかったという。九月三十日、携帯シャベルを積載したイギリス輸送艦が、 到着したが強風で岸近くまで移動した。イギリスにとっては幸運なことにこの輸送艦がドレーパーの軍営の後ろで格座したことでフィリピンの大軍が後ろから襲撃することを防いだ。また海上で数日間漂流するより格座した方が他の軍艦の通行を妨げなかった。10月1日に再び強風が吹き上陸軍と イギリス艦隊の連絡が立たれた。4日の朝、1000人のパンパン家族がイギリス軍を攻撃したが300人の損害を出して撃退された。この失敗の後、パンパン家族は1800人を除いてマニラ市を放棄した。穴だらけになった、マニラの守備はイギリスにたやすく破られ、ラッセル中尉は10月6日に城壁の穴からマニラに侵入した。 総督代行のマニラ数企卿、マヌエル・ロホデ・ルリ,リオ・イ・ビエーラはこれ以上死傷者数が都に増えることを防ぐために降伏した。イギリスの指揮官たちは懸命にもマニラを略奪しなかったが、軍政を敷かない代わりに400万ドルの賠償金を要求した。この莫大な賠償金でフィリピン軍党は不裕なマニラと共に衰退した。イギリスはスペインと和を結ぶまでマニラを占領したが、 マニラ陥落の知らせは戦争終結までスペインに届かなかった。スペインはオイドールのドンシモン・アンダイ・サラザールをブラカンに派遣し、フィリピンをイギリスとそのフィリピンにおける同盟者から再征服した。彼は主にフィリピン人で構成された1万人の陸軍を組織、ホセブストに指揮権を委ねた。イギリス東インド会社は文人のドーソン・ドレークを暫定総督及び、 マニラ評議会の議長に委任し、陸軍を指揮したフェール少佐をマニラ評議会の議員に委任した。彼らのフィリピン滞在中、イギリス軍の支配はマニラとカビ手に限られた。フィリピン人、ディエゴシランの放棄に対する援助の約束も守れず、結局彼の放棄もその後を継いだ妻ガブリエラシランもスペイン軍に鎮圧された。イギリスの遠征はスペイン宝物船のダホで報われた。 イギリスが打歩したフィリピーナ号には赤プルコ産出の銀がたくさん積まれており、さらに1762年10月2日の海戦で中国からの貨物を積んだサンティシマトリニダー号を打歩した。しかし、コーニッシュが1763年の初めに東インド艦隊トマドラスへ出港したとき、彼は200万ポンドの賠償金のうち51万6260ドルしかもらっていなかった。 残りは為替手形で支払われる予定だったが、結局スペインに踏み倒された。マニラは、その後18ヶ月間イギリスの支配下に置かれ、1763年のパリ条約を経て1764年4月に、スペインに返還された。1763年4月19日、イギリス議会は、ドレーパーとコーニッシュへの感謝の同議を可決、コーニッシュを順番尺に除し。 ドレイパーにはバス勲章を授与した。ありがとうございます。